どうも、大丈夫です。今自宅にいるんですけど、今日から珍しくてですね、3日間バタバタのスケジュールがちょっと詰まっておりまして、せっかくなんでちょっと Vlog っぽいものをね、初めて撮ってみようかなってことで今回しております。まあ楽しんでこれたらなと思いますので、行ってまいります。無事なのかどうかわからないですけど、ポップティの撮影が終わりまして、夜はですね、今日はワッキャイ君と、ゲンゲンと、ご飯の約束があってですね、3人でちょっとご飯を食べてきたんですけれども、ちょっと仕事の話をしながらね。で、今ホテルに戻ってきて、明日の講演会のスライドの手直しというか調整をしていこうかと思います。明日もね、ちょっと朝結構新幹線が早いので、もう今ね、日付変わっちゃってるんでちょっと寝なきゃなとは思うんですけど、ちょっと少しだけ仕事して寝ようと思います。顔はね、大事大事おはようございます。2日目でございます。今からですね、新幹線に乗って広島の方に向かうかと思います。昨日戻ってきて、まあ多分動画になってると思うんですけど、やってたんですよね、プレゼンのじゃないや、パーポを作ってたんですけど、やっぱ寝落ちしまして、気づいたら寝てまして朝5時ぐらいに起きてちょっとやったんですけど、終わってないんで新幹線で手直ししていこうと思います。すでにちょっと胃がキリキリしてるんですけど、行っていきたいと思います。では参りましょう。塾を潰したいんですかとかって言われます。自分は1ミリも思ってなくて、学校教育とか塾を取って変わるものじゃないんですよ。どうも、ホテルに着きました。画像が多分出てたと思うんですけど、穴子飯をね、食べるといいよってお勧めしていただいてたんで、人生初の穴子飯を食べてきました。めちゃくちゃ美味しかったです。今日お世話になった先生がですね、そのお店おすすめされてて、ちょっとまだねお店やってたんで食べてきました。めっちゃ美味しかった、ありがとうございます。で、今日のね講演会も無事終わりました。まあ、ちょっとアンケートの結果出てないんでね、来ていただいた方がどう感じられたかはまだわからないんですが、自分の中ではまあ無事伝えたいことは伝えられたかなとは思っております。来ていただいた方ありがとうございました。そして差し入れもね、いただきまして本当ありがとうございます。で、せっかく今日広島来たんで、明日はね少しだけ観光して帰りたいと思います。ひとまず今日は絵はがきを持ってきたんで、プレゼント企画の絵はがきをね書いていこうかなひとまず汗だくなんでお風呂行ってまいります。あー、そうそう、夕方ね、そうそう、なんだっけ、ホテルに着いたというか貸してくれたんで、今日その講演会行った時に、小学生の5年生の女の子とお母様が待っててくださって外で、着いた時にはまず
差し入れって爽健美茶をそう2本いただいたんですね。で、あの帰りも待ってますからっておっしゃっていただいたんですけど、その講演会自体は4時に終わったんですけど、その講演会の後にサイン会と写真会があって、あと1時間ぐらいずっとこうサイン書いたりとか一緒に写真撮ったりとかっていうのをやってたんですけど、でその後にその書類とか書いて、結局5時半ぐらいだったかな、多分向こう出たのが。待っててくださってずっとそれを、で多分お土産をしかもねいただいたんですよ。 その爽健美茶っていう、本当にねありがとうありがとう、なんか何もしてあげれなくて申し訳なかったんだけど、すごいな出てくるっていう感染対策もねバッチリしてございます。美味しそう、いただきます。せっかくね広島に来たんで、初めて厳島神社行こうと思って、今ね宮島の方に渡ってきたんですけど、めっちゃ暑いのそして行くまでがね砂浜みたいな感じで、キャリーケースがね重たいということで、まあでもめちゃくちゃいい天気なんですよ、ほら、ね、いい天気でしょなんで少しだけねちょっとここを参拝して行こうと思います。見えるかな、ちょっと見える、こんな感じで見ていこうと思います。買いますとということで参拝していこうと思います。なんかさ、これ今日なんだけど、まあ、よくあるあるで割と書いてること悪くないっていう結んでこようか。俺たちも暑いんだよね、日陰がいいんだよね。少しで高崎に着きます今乗ってる新幹線がですね、あの2階建てがメインの新幹線で、その中でちょっとだけこう1階フロアしかないところが、少し席が少ないところがあるんですけど、なんとですねここに私1人です自由席なのに1人、それだけね今利用してる方がやっぱコロナ禍で少なくなってるなっていうのは感じますね。さあ長旅でした、でもいい旅でした。この Vlog がどんな感じになってるかわからないんですが、ちょっとでも楽しんでいただけたら幸いです。はあ、みんなに会いたいなコロナでイベントが全部飛んじゃったりね、あの100万人の記念イベントもできなかったりなんで、なかなかまだね落ち着かなそうですけど、またコロナが落ち着いたら、皆さんと会えるようなイベントもやりたいなと強く思った旅でございました。明日は帰って寝たいということで、ご視聴いただきありがとうございました。ぜひよかったらチャンネル登録と高評価の方もよろしくお願いします。それじゃあまた別の動画でお会いしましょう。またね、バイバイ。